皆さん、こんにちは。ひろきです。いかがお過ごしでしょうか私は元気に過ごしております。さてさて、生成 AI 遊びのコーナーです。他人の人生を使って詩を作るというコーナーでございます。<laughs> 本人はどう思うでしょうかねあまり悪いことは書いてないつもりなんですけれども。さて、読んでみます。 タイトルは「未来の人生の行方はまだ決まっていない」あ決まっていないは切っとこうかな未来の人生の行方はにしましょうはいでは読み上げます短いといえば短いです高校の進学校でありながら 大学は低レベル残念ながらだがバンドに全力注いだ声がかかるメジャーの誘いもあったしかし音楽ブームは去りゆく一瞬にそれからはバイトしながらの インディーズバンドの日々彼女は地方から追いかけてくれた彼女が支え励ましの手を差し伸べた作曲家事務所に足を踏み入れた下積みを重ね売れっ子作曲家になった頃 彼女から別れの言葉を告げられた。その悲しみを抱えながらも、今は新たな彼女と歩む道を選びながら、売れっ子作曲家の道を突き進んでいる。 未来の人生の行方はまだ決まっていない。どのような人生を歩むのか迷いながらも新たな旅路を踏み出す勇気を持ち続ける。以上でございます。 いかかがでしたでししたょうかタイトル変えてみましょうか。新たな旅路を踏み出す勇気これは私が彼に伝えたいことです、実は。実は彼,彼に伝えたいことはこっちの方です。はい。なので、こっちにしたいと思います。はい。ちょっと前回の飲み会ではね、忙しくて会えなかったんですけど、はい。 次の飲み会で会えることを期待して、この詩を <laughs> 送りたいと思います <laughs>。送らねえよ <laughs> 送らねえよ <laughs> 自分で分かってるでしょうから。頭のいい人なんでね。あもう自分で分かってるでしょうから。自分で分かっててやってることでしょうから。はい、もう僕はもう何も言いません。はいはいまあ、ちょっとは触れるかもしれないですけど。 酔ったら。はい。けど別に、強要人に強要したりはしません。その人の行動に対して。はい。なので、詩で表させていただきました。はい。生成 AI、便利だな。はい。人に直接言わなくても詩で伝えることができる。はい。そうですね。<laughs> 伝えないってだから。 伝えないよって <laughs> くん同じ星のもとに生まれた男頑張ろうねお互いはいそれではこの配信は以上となりますまた別の配信でお会いいたしましょうさようなら